こんちゃーのシトレイです。私はですね、今ミラノにいます。まあ、なぜかというとミラノファッションウィークですね。ミラノファッションウィークの、動画はまた改めてお送りしたいと思うんですけど、今回は、2月のストリートスナップイン東京です。今回はですね、この企画始まって以来こんなに量取ったんじゃないかなというくらいいますね。ちょうど2月はメンズの展示会だったりとかショーがたくさんあったんで、まあ、その界隈で撮らせてもらった人をご紹介したいなと思います。あ、シプロット JP を見ているあなたはあの大好きな人が登場するんじゃないかなと思います。どうぞ。名前と職業を改めて教えてください。後藤新平です。 MASA というメンズブランドのデザイナーです。で、今日はその展示会というわけで、はい、こんな感じです。こんな感じです。楽しくやってます。はい。で、早速着てるものを教えてほしいんですけども、その汚い帽子は、はい、そうだ、これ書いてなかった。これはあのこの前パリ行ってきたんですけど、うんうん、パリのルーブル美術館の前の、ああ、お土産を持ってた。お土産屋でこれいけてると思って、やばいね、オリジナルパリってやばいね、なんだよと思って。しかもこのかすれ方いいね。そうくるくるしてるやつは、これは新しいあのうちの MSN の新作で、アメリカの国旗柄なんですけど、なんかレーヨンっぽい素材で、うんうんうん、こんな感じで巻いたら可愛いかなと。そしてベストは、ベストなんかパリの古着屋で見つけたナフナフっていう、キッズサイズとかなのかもしれない、レディースサイズかもしれないですけど、ブタちゃんがかわいい、なんか謎の手でつけられたワッペン。インナーはこれフェリックスジャキャットの、やだかわいいこのバランス好き、ありがとうございます。そしてこのパンツは、パンツこれも MSN の今展示会かけてる新作で、イバラのウォレットチェーンみたいなイメージして、うんうんうん、レーザーブリーチでここ白く抜いてるっていう。へえ、すごいね。そして靴が、靴はあのパリで、うん、なんかめちゃめちゃパリにかぶれてるじゃないですかあなた。持ってったバンズがボロボロになっちゃって、買ったやつが、ここで買ったスタンスミスですね。なんかちょっと変わったモデルなのかな、うん、なんかこんな感じです。 MSU を一言で言うには、優しい人に愛されるブランド。些細な楽しみ方というか、うん、伝わりづらい楽しさみたいなのをこう、うん、たくさん散りばめてるから、うんうんうん、そういうのに気づいて喜んでくれる人で、多分優しい人なんだろうなと思って。あ、小さなことに気づける、そのなんていうの、解像度が高い人というか。そうです。服なんで好きになったの？絵を描い、うちの、 あの祖母が絵描いてたんですけど、うんうん、祖母のなんかクローゼットがなんかすごい賑やかで、うんうん、それをなんか兄と一緒にファッションショーみたいなのをちっちゃい頃やってて、うん、多分そこから好きになったんだろうなって。一番最初ギャル王だったんですけど。そうなの？はい、名古屋でギャル王、名古屋でギャル王ギャルやってたんです。サンバイザーみたいなその頃ママチャリ乗ってるみたいななんか その時にガッてハマ、洋服ハマって、そっから古着見るようになって、うんうん、で東京来て、前働いてたライラってとこでマルタンとか、うんうんうん、そういうもの見てっていう感じです。ライラっていうのは、青山のヴィンテージショップの老舗です。そうです。はい、では最後に、新平くんにとってファッションの魅力とは。ファッションで意外とこう見た目の楽しさみたいな風に思われがちだけど、それにこもってる思い出とか、うん、あの人に会ったなとかっていうのがアルバムみたいな感じ、うんうん、なんかこれを着ることによってあの人と一緒にいたなとか、はい、いたなとか、あそこ行ったなとか、あの音楽聴いてたなとか、うんうん、なんかそういうのを思い出させる力があるのがなんかファッションの魅力だなと思ってます。なるほど、素晴らしいお話聞けました。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあねー。お名前と職業を教えてください。はい、相川翼です。今はフリーターで MSU でインターンをしています。じゃあ早速なんですけども、今日着てるものを教えてほしいんですけど、はい、このキャップはヴィンテージのナイキのやつで、うんうん、あのお家にあって親父から取りました。取りました。取りました。カリパク大事。カリパクですね。そしてホワホワしたやつは来シーズンの MSU のフラッグフードっていう、こういう感じになって、おー、ちゃんと耳とかついてる、かわいい。かわいいです。そしてそのジャケットは、これは幼児山本のアーカイブで、うん、連帯はいつか忘れちゃったんですけど、パンツが MSU ですね。かわい、これもかわいいね。ね、あ、本当だ、裾もなんかキラキラしてる。そして靴はジャランスリワヤのローファーなんですけど、5年前くらいに買ってずっと履いてますね。結構履き込んでますね。こんな感じでございます。そしていろいろ聞いていきたいんですけども、はい、翼くんは実はフィリピンとスペイン人のミックスで、うん、ほぼフィリピンなんですけど、4分の1で、うんうん、あのスパニッシュが入ってるって感じですね。なるほど。そして、フィリピン語とスペイン語と日本語は喋れる。喋れます。フィリピン語で俺マス超好きなんだけどって言って、うん、グストンゴストコのマス、
すげえ。ちょっともう一回グストゴストコのマス、翼くんファッション好きだと思うんですけども、はい、ファッションの魅力って何ですか？輝ける服を着ることによって、なんか人生をよりこう楽しく過ごせる一部だと思ってます、ファッションは。なるほど。ファッション好きになった曲って何かあるの？カニエ・ウェスト。へえ。もともとスニーカーフリークで、そこからあのドメブランドとかに興味を持って、ショーとかもそれ見るようになってっていう感じですね。ちなみに、翼くんにとって、MSU の魅力は？すごいみんな心が豊かな人たちが、ピースな人たちが。あ、でもちょっとわかる。新平くんがすごいピースじゃない？はい。だからそれ、そこをも漏れ出てんのかなって気はする。やっぱりだからデザイナーさんと似た人たちが、やっぱり服を着てくれる感じがするので。あ、それすごい思った。翼くんにとってファッションとは？ピースであることです。素晴らしい。今なんかドドンって言われそう。ドドンみたいな。ドドン。ありがとうございます。じゃあねー。バイバイ。職業はデザイナーで、名前は鹿間秀明です。チルドレン・オブ・ザ・ディスコーダンスというブランドと、あとカイロスというブランドもやってます。今日はチルドレン・オブ・ザ・ディスコーダンスの展示会。鹿間さんのブランドってどんなブランド？自分自身を投影した鹿間秀明っていう感じです。まあ、確かにこう鹿間さんの好きなものがギュッと詰まってる感じというか、それはすごい伝わってきます。今日着てるものを教えてほしいんですけど、帽子は？チルドレン・オブ・ザ・ディスコーダンス。ジャケットは？1970年代のルイスレザー、インナー。チルドレン・オブ・ザ・ディスコーダンス。そしてこのアクセサリーは？はゴローズで、パンツが？はリーバイス。グッズが？はナイキ。ナイキですね。こんな感じでございます。鹿間さん結構海外で人気の高いブランドだと思うんですけども、海外と日本のファッションでどんな違いがあるの？日本がすごい独特なトレンド感のある国だと感じていて、そのミニマルですごい無地の服で大人っぽい感じで着こなすっていうのがあると思うんですけど、ピックアップする品番も全然違うんですよ、日本人のバイヤーさんと海外のバイヤーさん。海外の方が結構こうしっかり飛ばしたものというか。あ、そうですね。もう特徴的なすごいパンチのあるものを中心に選ぶんですけど、国内のバイヤーさんは割とこうミニマルなものをベースにして、で味付けでちょっと力のあるもの。ファッション好きになったきっかけって何だったの？まあ、小学校5年生の時に。早いね。ステューシーを着てきた松本くんって友達がいて、もうかっこよすぎて、何それっていう。親連れて買ってくれた。横浜から買いに行ったっていう、それがきっかけ。早いね。その熱量がそのまま冷めることなくっていうか、その熱量を持ち続けてるのがすごいと思うよ。いいお話聞きました。ありがとうございました。じゃあねー。名前と職業教えてください。岡部俊介です。ボーグジャパンで働いてます。今日は何しに来ましたか？ショーを見に参りました。はい、全身こんな感じになります。トップスは？ソロイストです。ソロイストで、バッグが？バーバリー。そしてパンツが？ジバンシー。で、靴が？いつものクダマーチン。マーチンですね。ちょっと忙しいので、シュン君行かなきゃいけないんで、また今度ね。またね。さん、またね。 See you。服部恭平です。写真撮ってます。で、今日は何のショーに来たんでしょうか？深夜小塚のショーに。今日の恭平くんの格好は全体的にこんな感じになります。はい、その帽子は？帽子はシュプリームのニット帽で、シャツがステューシーです。ステューシーで、このいろんな素材が重なったのは？は、テルファのパン。そして靴が？アシックスとキコココスタリロンです。ちなみに写真家になって何年？まあ、4年ぐらいですね。パリコレとかも来ないんだっけ？パリコレはメンズのウィークの時に行っています。あ、そう、じゃあこの間行ってたってこと？はい。どうだった？めちゃくちゃ楽しいです。ほんと？やっぱり、いやでも1月だったんで寒かったんですけど、パリは寒くても楽しいです。楽しい。はい。ありがとうございます。じゃあねー。バイバイ。太郎です。広告クリエイティブやってます。はい。そして今日何してんの？今日はベッドフォードっていうブランド、友達のブランドのショーを見に来ました。はい、こんな感じの太郎くんでございます。こんな感じです、はい、はい、早速ですけど帽子はどこの？はい、帽子はもうブランドなくなっちゃったんですけど、ネイキッドっていう GVGV の中のハウスブランドです。
なるほど、なんかこの安全ピンが可愛いですね。安全ピンがね、そう、刺繍されてます。モハモハしたトップスはこれはショットですね。ショット、ショット、あのレザーの、うん、あー、そんなん出してるんだ。ショットの、へえ。そして中に着てるレザーは、レザーは、サベージって言って、カンナビスが昔オリジナルで出してた、うん、なるほど、レザーです。そしてなんか素敵な T シャツは、はい、これはシュプリーム。こういうの大好き私シュプリームの後輩に言ってこれだけ置いとけっていうアクセサリーがブラックミーンズのレザーで、まあ、ベルトとかも全ブラックミーンズ で、太郎くんの定番のスキニーはもうずっとユニクロです。ユニクロです、はい、靴はキッズラブゲートローファーです。東京ファッションの魅力、古着を中心に回ってるって僕個人的には思ってて、シュプリームのチームも海外のラグジュアリーのクリエイティブディレクターも絶対日本の古着屋見に来るから、うんうん、クリエイティブをする上でインスパイアになってる街にいるって素敵だなって思ってます。太郎くんにとってのファッションの魅力は、実家レストランと不動産やってたんですけど、ついで当たり前だろうみたいな感じになってたんですけど、それを全てやめて、うん、このファッションで生きていくって決めて生きれるぐらい楽しいものだと思ってます、うん、そんなにそんな背景があったんですか、はい、太郎くんにはベッドホード楽しんでください、はい、楽しんでいきます。どうも。川村義正です。義正くんです。はい、大阪のパレットアートアライブのバイヤーしてます。ここでベッドホードのショーがあるのでそれを見に来ました。なるほど、はい、この間のトークレも撮らせてもらったんですよね。はい、ありがとうございます。2回目です。おしゃれさん嬉しいです。そして早速ですけど、そのいっぱいなんかついたのは何ですか。これ古着のコーデのキャップなんですけど、それに最近買ったお気に入りのブローチトッポジージョっていう。あ、懐かしい、はい、ネクタイは、はい、これキースヘリングの、あ、そう、あ、本当だ、キースヘリングの柄になってる、はい、カディガン、コグノーメ、コグノーメ、はい、へえ、なんかちょっとキラキラしてるのね。そうなんですよ、キラキラしてて、うん、ポケット横についてて、へえ、面白い。日本のブランド？日本のブランドです。あとシャツは？シャツはコズミックアンダーです。コズミック、懐かしい、はい、そしてスウェーパン、うん、古着で、古着、実は裾からベラベラ、かわいい。それは何？これベッドホードです。ベッド、あ、今日のやつですね。はい、そうです。で、スニーカーがナイキのエアフォースです。なるほど、はい、この古着との組み合わせとっても素敵ですね。ベッドホードの魅力は、新平さん、デザイナー自身が、あのベッドの魅力かなとかちょっと思ってます。新平くん色気あるもんね、はい、まあ、その色気がまさに反映されたお洋服たちなので、で、じゃあショー楽しんでください。はい、ありがとうございます。じゃあね、森川拓也です、はい、職業はデザイナーをやっています。何のデザイナーさんですか。タークというブランドをやっています。今日はそのタークの展示会。そうです、フレンズデーでグダグダ酒を飲みながらやっていますもう飲んでますこんな感じの大盛況でございます。今着てるものを教えてほしいんですけれども、帽子は。帽子は木島さんのところの帽子です、うん、こんな感じです。そしてこの面白い加工のトップスは、うちのタークのブルゾンです。ブルゾンです。パンツがうちで作ってる定番のデニムです。すごい加工だよね。これはもうアイコニンになりつつあって嬉しいですね、うん、実はニューバランスです。ニューバランスです。森川くん、この間じゃあメンズのパリコレショーやったばかりですけども、こんな感じのルックですね。ちなみに森川くんがもうタークの強みは何ですか。うん、やっぱ根本からファブリックだったりデザインのところをちゃんとやられてるところかなと思ってます、うん、特にあれだよね、生地だよね。生地だと思います。生地からちゃんと作ることっていうのは大事にしてます。森川くんにとってファッションの魅力は。素敵だと思います。なんか全てを変えてくれると思ってるんで、うん、その日一日の気分もそうだし、生き方もそうだし、うんうん、なんかそれの一つのきっかけになり得るのがファッションだと思う。そうだね、確かに今それ言えて妙だなって思った。それを、人生を変えるきっかけを作ってるわけですね。そう信じてますいい話聞きました、ありがとうございます。じゃあねー。ほい、いかがでしたでしょうか。今回はですね、どちらかというとファッションインサイダーの人たちをよく撮らせてもらったんじゃないかなと思っております。まあ、みんなと話して写真撮るのはすごい楽しかったです。次はですね、ミラノからお届けしたいなと思います。じゃあねー。Ciao!